生のキッチン横須賀さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。明日3月3日おひな祭りですよね。ということで明日いかがでしょうか。作っては、今日はシーフードのオーロラ煮を作ります。材料です。はい、冷凍のホタテがいてしましたけれども、今生のもねちょっと出てましたね。それからエビ、お好みの形の大きさのを用意してください。それから鮭の切り身ですが、もし生の切り身なかったら塩鮭、甘塩ですね、それでも結構です。あとは玉ねぎが1/2個、オーロラソースは粗挽きのトマト、それから生クリームで作ります。調味料はオリーブオイル、塩コショウ、薄力粉。これお酒ってしましたが、料理で白ワイン常に使う方は白ワインもおすすめです。その他に今日は、取っておいた貝型のパスタ、それから菜の花も添えてみましょう。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では作っていきましょう。まずねちょっと玉ねぎ炒め始めましょうかね。オリーブオイル入ります。これ玉ねぎのためだけじゃないのでちょっと多めに入ってます。で、横の薄切りにした玉ねぎ、そんなに薄くなくていいですよ。ちょっと棒状になるぐらいでも結構です。はい、これを入れまして、でちょっと炒めておきましょうね。でその間にこちらのメインの魚介に行きましょう。ホタテ、それから冷凍のエビですけれども、大きさ適当に用意してくださいね。あとは鮭、今日はね薄塩の、鮭にしました。これに鮭は胡椒だけでいいですね、塩入ってるからね。で軽く塩コショウします。軽くでいいですよ。あとオーロラソースしっかりした味ですからね。はい、ここに薄力粉をちょっとね振っていきましょうか。でこれは身をガードするっていうのもありますけれども、ちょっとねソースにとろみをつけたかったのでちょっと加えてくださいね。小さじ2から大さじ1ぐらいだと思います。はい、こんなもんでしょうか。さあ準備ができました。でその頃になるとちょうど玉ねぎがいい具合になってるはずです。いい具合ですね。はい、ちょっと、半透明になりつつあります。そしたらちょっとね向こうに行っててね。はい、ここに入れていきましょう。ホタテです。で冷凍の使う時にね結構ドリップ出てバチバチっと跳ねるので、軽くペーパータオルで汁気取ってから塩コショウ、あと薄力粉をまぶしていってくださいね。はい、エビも入ります。でホタテですけれども、もし身が厚かったら半分ぐらいねスライスして使ってくださいね。はい、でひっくり返していきましょう。全部火の通りいいですからね、パッサと焼いていきますね。でこの時にあんまり焦がさないようにしてくださいね。ソースの色にちょっと支障をきたしますのでね。はい、エビをひっくり返して、あれ、エビの色が変わってたら OK です。はい、いい感じですね。さあではここでさっき言ったお酒、もしあれば白ワインね。ただ白ワインもねずっと置いといて酸っぱくなったのだと、ソースも酸っぱくなりますので、お酒だとね味が均一なのでおすすめだと思いますよ。調理酒で結構です。はい、少し煮立てて、アルコールが飛ぶときにこの魚介のね独特の香りも消えていきます。さあでは火が通ってきたところ、いい感じですね。さあではトマトソース入ります。トマトソース、トマトの粗挽きトマトですね。あ、これねトマトソース使っていただいても結構です。ケチャップだとちょっと甘いと思いますよ。さあポイントです。はい、あまり長く煮ないでくださいね。せっかくのこういい風味が全部ねソースの方だけに入ってしまいますので気をつけてください。さあここで軽く塩コショウ、ちょっと火が強いですね、ボコボコボコっといってます。はい、胡椒を、あとはこれだとねトマト煮になってしまいますのでオーロラソースにしていきましょう。今日は生クリームです。はい、じ
ちょっと薄いオレンジの感じになりますか。で普通だとね、よく作るのがマヨネーズとそれからケチャップを混ぜてこういう色を出したりするんですが、今日煮物なのでね、ちょっとソースたっぷりにするためにトマトソースそれから生クリームで作りました。はい、いい感じに煮えましたね。よいしょ。さあ、私塩コショウしましたよね。しましたね。した。はい、ありがとうございます。さあ、ではちょっとね、もうお皿に盛っちゃいますね、これね。まず最初にこれを置いていきましょう。はい、でこれね、魚介に対して随分ソース多いんじゃないって思いますよね。このソースに合うものを今用意しております。はい、ちょっとこの辺までたっぷり入れましょう。よいしょ。でここら辺までね、ソースだーっと結構多いんですよこれね。さあ、何をするかというと、今パスタ茹でてました。ひな祭りの時は貝をよく食べますよね。貝合わせしたりしますけれども、今日はこれで勘弁してください。貝型のパスタですね、シェル型ね。さあ、ここに菜の花ちょっと入れて温めましょう。さあ、温まったら OK です。はい、じゃあざーっと開けます。はい、ドドドドドド、綺麗ですね。はい、よく水気を切って。さあ、ポイントです。これね、このソース多めに作ったのはパスタもぜひ食べていただきたかったんですね。なので、よいしょ。はい、今日は長いスパゲッティじゃないんですけれども、短いのも合いますよ。はい、ここに乗せましょう。はい、絡めながら召し上がってみてくださいね。はい、さあ、出来上がりました。はい、完成です。シーフードのオーロラ煮